ロバート・フランクからいきますねロバートフランクって皆さんご存知でしょうかえー、っとですねギャラリーバウハウスっていうえー、っとですね写真専門のギャラリーですかねでですねえー、っと展示されてるんですけどはいえー、っとちょっとウェブサイトも見せますねはい。 でこれはウェブサイトですね。ギャラリー・バウハウス。で、えっと、ロバート・フランクってディ、The American's、?The American だったかな ?The American's。S か、あ、ついてます S つきますね。The American's っていう、えー、っと、なんていうかなビ、ビートですね。ビート文学、ジャック・ケルラックみたいなものと同期してですね、その時期、1958年かに、 アメリカを横断しながら写真を撮っていったと、まあ。古き良きアメリカみたいな。えー、そういう画集、あでもも失礼、えー、写真集で、えーまあ、大変有名な、えー、アメリカを代表する写真家で、えー、2019年9月9日に94歳で亡くなったと。94ってすごいですけどね。最後なんかすごい地方の方に住んでたりしたわけですけど、で、えー、この作家の展示やってますね。はいで あのー、僕ももちろん全部の作品を記憶しているわけではないので、えー、っとその中あからですねどうやらですねあのほとんど見ることができないような展示っていうのも、えー、っと展示されているら展示っていうかね、えー、ここに、えー、今回見ることができるという展示らしいですで前期と後期がありまして今は前期パート1をやっているということですねはいでまあちょっとロバート・フランクについては軽く 軽くっていう、軽くっていうのもおかしいけど、まあ、えー、っと、そん、あの、とにかく画像が撮れなかったので、まあ写真作品ですからね、えー、っと、あんまり、えー、詳しくちょっとね、話すことはできないんですけど、まあ僕ですね、あの、東京アドビートにこちらのサイトですけど、えー、っと、ロバートフリアフ・フランクの映画ですね、ドキュメンタリー映画なんですけど、えー、のですね、レビューを書いたことがあって、 えとこれをもとにちょっとね紹介しようかなっていうふうに軽く紹介しようかなと思います。ていうのも僕すごい好きな作家なので、まあ、語れる語りたいことはたくさんあるのでちょっとこれの紹介ぐらいにしとこうかなと思うんですけどこれもぜひ読んでほしいんですけど、あのー、すごくいい映画だったんですよね。でまあロバート・フランク僕もともと写真結構好きなんですけど、あのー、ロバート・フランクってそんなにねこうなんていうかなアート写真の人ではないんですよね。 芸術系のの写真っていいう感じの人じ人ゃないもっとストレートフォトの人なんですよ。あのー、まあいろんなことはやってる実験やってるんですけどあのー、シュールレアリスムみたいな僕はそうまあもともとそういう写真が僕は好きだったので、えー、あとメイプルソープとかねああいうねもう本当に芸術的な作品が僕はまあ好きなのであんまりロバート・フランクって実はそんなに興味なかったんだけど 映画を見て、あのー、めちゃくちゃゃく好きになりましたねで今回また展示を見てさらに好きになりましたね。めちゃくちゃ作品欲しいなと思う作家の一人ですね。で今回の,あの展示にも全部ね、ちゃんとあのあれでしたよ、ペンでサインついてましたよ。でエディションみたいなの書いてなかったんで、まあ一点物の,のプリントだと思いますね。あのー、ちゃんとあのフィルムから焼いてますよ、ちゃんと。なのであれすごい貴重だと思うので、あのー、コレクターの方はぜひ行くといいと思いますけどね。 えーで、えー、っとですね、これ、あのね、ロ,ロバート・フランクって移民なんですよね、移民。で、スイスだったかなで、元々お父さんがカメラ持ってたらしいんだけど、あのー、そこから写真を撮り始めて、でね、この、このいでたちを見てもらえればね、わかると思うんですけどね、僕ね、やっぱり、ね、一番初めにね、思い浮かべたのはね、マイケル・ムーアだったのね。マイケル・ムーア。でね、 あのー、寝るシャツを着て、くしゃくしゃの帽子かぶって、すげえかっこいいでしょ、でも。めちゃくちゃかっこいいおじいちゃんなんだけど。あのー、でね、すごい悪態つくのよ。あの <laughs>、めちゃくちゃインタビューが嫌いな人だったみたいで、あのー、なんていうかなあの、あのね、この、この下の写真で見ればわかるんですけど、あのー、 なんていうの自分にこう、あれでしょプロジェクター当たってるじゃないで、だから自分の作品を、あのー、こう、まあ見ながら話すんだけど、自分にプロジェクターを当てられながら喋るっていうことなのね。だから自分の後ろに画像が出ているっていう状況なわけですね。プレゼンテーションみたいな状況ですよね。えー、で、俺はもうこういうのがめっちゃ嫌いなんだ。とかってい、<laughs> いきなりインタビューの最中に言うの。俺は自分の後ろにこういう画像が置かれているのはすげえ嫌いなんだみたいなことを言い始めて、 めっちゃやりにくいじゃないですか、そんなこと言われたら。インタビューは、インタビューいいとしては。ね。なんだけど、でもね、この表情を見てくださいよ。その後ね、にって笑うのね。めっちゃ可愛いんですよ。めちゃくたりつくし、すごいやりにくいんだけど、でも、めっちゃチャーミングに笑うのね。うん。そう。なんかね、これ僕、すごいね、良かったんだよね。あなんか、うーん。 ただ、その、なんて言うのかな、あのー、それでも、僕はロバート・フランクが好きなのは何で好きなのかっていうとね、悪態ついてるのを隠してないっていうところがすごい好きなんですよ。あの、ただ単に、ただ単に嫌いだってから言ってるだけなんですよね。僕はそれがすごくいいと思ったのね。で、ちょっとね、あの上に、あのー、まあ、ちょっとこう遠回りするんだけど、あの、話したいんですけどね。 あのー、僕この映画がいい映画っていうかドキュメンタリーがいいなと思ったのは <laughs> アーティスト神話っていうやつをですね回避しているっていう気がしたんですよ。であのよくあるドキュメントあのアーティストのドキュメンタリー映画でよくあるのにえー、っとですねあのアーティスト神話を強化するようなあのドキュメンタリー映画が結構あってこれはもう僕ちょっと言っちゃうもうあの実は公開された時は僕はあの あの、ちゃんとまあ、一応、死者、会に見に行かせてもらったので、ちょっと言えなかったんだけど、あのね、まあ今だからもう言おうと思うんですけどね、あの、内藤麗さんのドキュメンタリーがあるんですよ、内藤麗さん。あの、今、あれ今どこでやってんだっけあれか。金沢21世紀美術館で展示されてるんですけど、その内藤麗さんのドキュメンタリーで、あえかなる、あえかなる、んあえかなる世界だっけあ、えか。 違ったっけあら <laughs> まあいいや。すいません。あの <laughs>、あの、ナイト・レイさんのドキュメンタリーがあるんですよ。で、そのナイト・レイさんのドキュメンタリーを僕見たときに思ったんだけど、ナイト・レイさんもね、あのー、突如ですね、あの、あれ、あれするんですよ。あのー、あの悪態をつくというよりもね、彼女の場合もっと極端で、あのー、いきなりね、ドタキャンするんですよね。 あ,れをあのインタビューインタビューをねドキュメンタリーのためのインタビューをと突如ド,キドタキャンするのねでそれについてその映画の中ではなんかねものすごくアーティスト神話に回収していくんですよそのことをなんか彼女は繊細でみたいな感じであの回収していくんだけど僕そうじゃないと思うんだよねあのただ単に <laughs> あのい,あの、まあ、いくつか可能性あると思うんですけどインタビューがや,やりたくなくなったっていうすごい 単純な理由それか,そのなんか何かその理由があってインタビューを受けたくなくなったっていう、まあ、彼女の理由あるいはその映画あるいはインタビューに対して何かあのこのコミュニケーションでねうまくいかないことがあったっていうすごく実務的な話だと思うんですよそれ。僕そそなんていうの,そのイ,インタビューにあのアートの作品との関連っていうかそういうものを強く読み込むことに。 なんかすごい抵抗があるんですよね。えっ、ー、と、もちろんアーティストは、あの、あれですよ。アーティストは作品作ってるわけだから、彼らすごいリスペクトしてるし、だけどね、僕は。だけど、えっ、ー、と、なんていうかな、その、何か全ての行動に意味があって、アーティストっていうのは普通の人と違う、 うん理由を持ってね、行動してるんだっていうふうに思うと、それを大きな間違いなんですよね。アーティストだって人間ですから、ただ単に嫌なんですよ。で、えー、っと、そういうことを、この少なくともロバート・フランクは隠してないし、それをそのままこの映画は映している。で、その素の姿にこそ、から、が発生する、その素の姿から発生する、 アーティスト像の中にアートとの関連を求めるというかな、えー。しかないと思うんですよね。これなんかちょっと矛盾したることを言ってるかもしれないけど、まあ僕はそういう風に思ってるのね。だから、あのー、まあいいや。まあまあそういうことですね。だから、まあロバート・フランクのこの映画はね、すごくね、いいので、あのー、ぜひね、あの見てほしいと思うんですよね。なんかたまにね、ネトフリとかでも見れるようになってるはずですよ。これとかすっげえかわいいでしょ、これ。 手広げたおじいちゃんね、うん、でねこの人ねこんなねなんかあのすごいストレートフォトを撮っててすごく幸せそうな感じがするんだけど94まで生きてるしねで最後はなんか田舎の好きな町に住んで移り住んで死ぬあ死ぬわけですけどでもねこれ実はねあの息子と娘どっちも亡くしてるんですよね彼。で娘の方すごい聡明な子だったみたいでた,た多分た妹だったと思うけどでえっとね あそうそうでお兄ちゃんパブロっていう名前つけてんだよね確かピカソのパブロ。でえっ、ー、と妹はすごく優秀、まあ、アンドレアだったかなで、僕これ書いてるけどちょっとねまあちゃんと見ると分かるんだけどえっ、ー、とねアンドレアがね飛行機事故で,かなで死ぬんだよ。でその後ですね完全にですねパブロもすごくまあパブロもすごくまあ聡明なあの青年だったんだけどちっちゃい頃あの若い時の写真とかもねたくさん今回。 の展示で見ることができるんですけど、でもね。完全にこうもう壊れちゃうんですね。あの、もうあのまず、まあ、精神病院に入ったりなんかして。あのー、壊れていくんですね。で、すもうなんとかね。そのローバートフランクがあのー、コミュニケーションを取ろうとするんだけど、あごめんなさい。ちょっとね。荷物が来たんでちょっと待ってくださいね。すぐ戻ります。 えすいません、すいません。ごめんなさいね。あ、ちょっとうるさかったかな大丈夫かなこのピンマイクってなんかうるさいですよね多分ね。触ると。どうなのかなみんな聞いてくれてるかなこの一瞬の間に人が減ったり。あ、減ってないわ。あ、増えてるわ。<laughs> 俺がいなくなったら増えたぞなぜだ。まあいいや。はい、ごめんなさいね。で、ロバート・フランクの話ですね。で、えっ、ー、と、ロバート・フランク、まあそういう、あのー、両あの、子供が2人死んじゃうんですね。 で、結婚とかもなんかまあ、なんかいろいろ、なんかややこしいんですよ、この人。それも書いてるけど。で、あの、なんですね。で、あの、ただやっぱり、これすごく面白いことを言ってるんだけど、あの、パブロがね、こういうふうに言うんですね。ここに書いてるけどね。ちょっと呼びますね。あのね、ロバートがパブロに言うんだよ。ロバートはパブロに言った。普通に呼びますね。ロバートはパブロに言った。 なぜ重荷を背,背負っているんだ私のカメラのように。死後発見されたパブロの日記にはこんなことが書かれていた。重力、重力に耐えられない。火星に行きたい。ロバートの子供たちは彼の二面性を映し出している。チャーミングなクナアンドレア・フランク。神経質なパブロ・フランク。それでもロバートが生き残れたのはカメラという重荷があったからだった。ロバートは重力をカメラに変えた。だからスイスからアメリカに移住できたし、世界中を飛び回ることもできた。 しかしパブロは重力とモロに向き合ってしまったと。ね、えー、まあそういうことですね。なんですよね。だから彼はやっぱりカメラっていうおその重さをね重みのある何かをね、えー、持っていることによって初めてね地球につなぎ止められていたんだよね。っていうことだよね。うんそういうことがねやっぱりそのパブロの言葉からねわかると思うんですね。 だからそのギリギリのところをカメラという重力によって本当に、まあ、生きることとカメラを持っていることっていうのがカメラの重力があることによって地球に初めてつなぎ止められていったっていう人なんだよね。僕はもうその生き方すごいと思う。でもう一つあの、まあいいや、彼の生き方はまあいいや。ね、でもう一つね、えー、とちょっと検索しますね。ロバート えっとね。ロートフランクってこれでスペルでいいのかなで、もう一つね、えー、と今回写真を見てね、思ったことがあるんですけどね。えっ、ー、と、ま h e アメリカンズっていうのはこういう、これ今あの Google で普通に検索してます。えっ、ー、と、こういう写真なんですけど、こういう写真集なんですけどね。えー、これごめんなさい、こっちちょっと横切れてますけど、こういう写真集ですね。これ電車ですよね。まあ、移動っていうことがすごく重要な時期、あの、重要なテーマになった、あー、 時期なので、まあ、要するに車ができて、ハイウェイができて、そして電車が通ってっていうね、えー、そういう時期に彼は、あまあ車でですけどね、えー、アメリカを横断して、スイスから来て、アメリカに横断してっていう作品なんですね。で、なんでスイスから来てディ・アメリカンズが撮れたのかっていうと、スイスから来た、あのね、スイスから来たのにディ・アメリカンズが撮れたんじゃないんだよね。スイスから来たからディ・アメリカンズが撮れたんだよね。 僕はこれはすごく重要な話だと思ってる。で、アメリカっていうのはそういう国ですよ。ディアメリカンズっていうのは、で、あの、そういうア、アメリカっていうのはそういう国ですよ。アメリカンズ、ディアメリカンズっていうのはそういう人たちのことですよね。あの、サラダボールじゃないけどね。でも、あの、アンドレアとね、パブロはね、アメリカンズなんだよね。あ、あ、じゃあ、ち、ちもなんかね、 うんと、どう言えばいいのかなまあ、いや、あの、要するにアメリカで生まれて育ったネイティブアメリカンじゃないけど、まあ、な,なんて言えばいいのかなこういうのって。なんて言えばいいのかわか,かんないけど、アメリカで生まれ育ったわけね。ね。まあ、なボ r n and g r ー w n u アメリカね。で、えー、そういう人たちがアメリカを 作るっていうことに直面しているのが今の現状だと思うんですよ、僕。で、あの、それ、だからつ、つまり、ロバート・ランクが抱えているアメリカンズの世界を教習あの、教習と、ノスタルジックにね、えー、見ても、そこには、今のアメリカを解決する手立てなんていうものは全然ないですよ。つまりね、全く政治性とはもう離れてるということです、えー。ある種のドキュメンタリーとして、The American's はもちろん見られているんだけど、 し、まあ、そういう見ていいんですよ。もちろんそういう作品なんだけど。えっ、ー、とね、こういうのとかね、いい作品ですよね。本当に素晴らしい作品ですよ。なんでこんなものが撮れたんだろうと思うんだけどね。でもね、僕ね、もう一つ思ったのはね、これはね、あの、やっぱりね、写真っていうもののね、えー、メディウムの特性っていうものがね、えっ、ー、と、ロバート・フランクの作品にはすごく表れているなと思いました。それはですね、今言ったこと,とも関係するんですけどね、あのね、 写真っていうのものはね、その瞬間を切り取るものだっていう、うテクノロジーとして捉えられてきたし、あー来たわけですね。でも、僕はね、このフィルムのカメラね、フィルムのカメラっていうものの中には、やっぱり時間があるんだなと思った、今回。ロバート・フランクの作品を見ていて。で、あのね、えー、っとね、 なんでこんなね、写真が撮れるんだろうって思うんだよ。すごくストレートな写真ですよ。例えばこれとかもどうものすごくストレートでしょそして確かに一瞬切り取ってるよね。で、これ、こあの、構図とかも別に特にあれですよ。変わったことないですよ。ピントはこう、もうなんか、ま、ピントね、この人ちょっと微妙にブレるっていうのが、まあこの人の特徴だけどね。あの、バチンって決まってる時もあるんだけどね。えー、っと、なんですね。 であのねこうつまりね僕ねななん僕あんまりねもともと写真が得意じゃなくてあの撮られるのもあんまり好きじゃなかったし撮るのもあんまり好きじゃなかったてかすごく下手だから嫌いだったんだけどだんだん上手くなってくるんだけどでもねやっぱりねロバーも当たり前だけどロバート・フランクみたいには撮れないわけね。それね何が違うんだろう と思ってたの僕単純に才能だろうまあ才能なんだと思いますよ才能なんだと思うんだけどその才能って何なのかっていうとそれはね一瞬を切り取る力じゃないんだなと思ったやっぱりね時間を切り取る力なんですね時間どの時間を切り取るかっていうその選択なんだよねつまり、まあ、要するにねシャッターがこうペって開いてあるでしょであれ光じゃない光がピッてあの,あのフィルムに焼きつくわけでしょ だあれ時間技術なんですよだから光だからね当然。光っていうのは時間のことですよ。あの科学的に言うとね。でしょだから僕はねあの写真のオリジナリティっていうのは時間の切り取り方にある。つまり今の今現在ロバート・フランクの作品あじゃあロバート・フランクだけじゃなくてもいいけどね。えー、っとフィルムの作品、ね、を見る時にね、えー、っと考えるべきは 実は写真芸術はあ時間芸術になったんです。もともと違ったんだよ。もともとは瞬間を切り取る芸術だったんですよ。テクノロジーのものだったんですよ。で、今は時間の芸術になったんです。だと思うんです、僕は。それなぜかというと、もちろんスマートフォンですよね。で、スマートフォンは何かというとですね、あれはですね、時間ではないんですよ。 あれはですね、単純にですね、まあ映像かどうか、映像、画像、まあ画像だよね。画像、画像。僕はだ、だからね、あの、イメージとかっていう言葉もよくないと思うんだよね。画像っていう言葉ね、あの、輸出で,できるんじゃないかと、画像点っていうのができるんじゃないかと思ってるんだけど、画像っていうのは何かっていうと、要するにね、ピクセルなんですよね。つまりね、現実じゃなくてね、あの、要するに分、現実っていうか、まあ、あの、イメージを分解してるんですよね。 要するにピクセルですよ、ピクセル。イメージを分解してるのね。イメージの分解が、あのー、あれ、あるいはね、その一瞬の時間の分解っていうかな、そのもう定点の時間を分解すること。何あ、何百万、何百万分の1とかにね。っていうことが、おそらく、あの、スマートフォンの、スマートフォンっていうか、現在における画像なんです。 なんだけど、フィルムの画像は違う。あれは時間芸術、ね。だからね、今のスマホとこの写真っていうのは全然違うものです。全く違う。で、僕はやっぱりその違いっていうか、このフィルムに合った時間性っていうものにものすごく惹かれたね。で、ロバート・フランコはね、やっぱその時間がね、が使えるやつだったな。うん。 と思いましたねやっぱそういうんただうんそういうなんていうかな、ね、そういう目を持ってたんだよなそういうことをね僕は考えましたなのでこれから僕はあの写真を見るときは時間を見ていくんだろうなっていう気がするあのまあもともとそうは思ってたけどあの,あのその一瞬の切り取り方っていうかな ということですねだからね、このタイトルすごくいいんだよ。この映画のタイトルすごくいいんです。Don't Blink って言うんです。Don't Blink ってブリンク。まばたき。みたいな感じこう,こういうことですね。目,目を閉じるって言うかな。う目を閉じるなっていうことだ。ね。ずっと見続けろって言うんだよ。でもこれは逆説ですよね。ブリンクにこそ意味があるんだよね。 写真っていうのはブリンクのことですから。こういうふうにカシャーンとこうやって閉まるでしょね。えー、まあそういうことを思いましたね。まあこの辺ちょっとね、ごめんなさいね。ジャブですよ。ジャブです、まずは。今日はまだまだ話しますからね。はい。えー、ロバート・フランクテンえっ、ー、とね、これ、ね、ちょっとね、入場料がかかるんですよね、入場料が。うん、展示なんですけどね、ギャラリーの展示なんですけど、ちょっと入場、800円入場料がかかります。中学生以下は無料だそうです。ので、えっ、ー、と、いつまで いんあ、これちょっと第、パート1がここまでいくのかな。7月1日から9月19日かな。これ、これがパート1なのかなぜ。もしかしたらパート2も含めてこの期間かもしれないので。えー、っと、ギャラリーバウハウス。あの、バウハウスですね。スペルこれですね。バウ、あ、見えないか。BAU のバウハウスね。あの、えー、で検索してみてください。ね。はい。えー、これはもうあの、この、 やっぱりね、生きるとか死ぬってことについてね考えなきゃいけないですよアートっていうものは。